どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。では、お江戸劇場から出ましょうかね。さあ、とりあえずセーブしといて、コインもね、2万円台溜まってるんでね、なんか買い物はしたいね。そうか、ここら辺特に何もなさそうな感じかな。そんな感じだね。おお。大歓迎やね、みんなね。いや、パレードや、パレード。おお、花火まで。兄貴、オリビアさん？ん？どうした？記憶戻った？もしかして。あら、ボム兵さん、どうしたの？お腹でも痛くなっちゃった？思い出したっす！おお。花火、もしかして。なくなった記憶が全て戻ったんすよ。じゃあ、その正体は？わーいわーい、ボム兵さんの思い出が戻って本当に良かったですわ。お江戸ランドも楽しかったし、青テープも取れたし、良かったですわ。だらけですわ。花火がドカーンと打ち上がるのを見てたら、不意に記憶が戻ったんですよ。だけど、兄貴とリビアさんとの旅の思い出は、戻った記憶のどれよりも楽しかったっす。へぇ、それは嬉しいことやね。お二人のことはこれからも絶対に忘れません。どうか、お元気で。あら、ここまでか。ちょっとボム兵さん。私たちの旅はまだまだ続きますわよ。むしろこれからですわ。ここでボム兵さんとお別れしたら、私たちに寂しい思い出ができちゃいます。ハミテープを全部取ってピーチ城の兄上を止める、その時まで。この旅の最後までずっとずっと一緒ですわ。ジーンあれジーンなんだ。俺たちボム兵は湿気厳禁なんで涙は出せないんですけど、ここ完全に泣くとこっすよ。ありがとうっす。俺二人に一生ついていきます。約束っす。うおー、いい話だ。そういう人情橋、私は大好きだよ。さて、青テープも取ったし、次は黄色のテープですわ。おう、水門と思われるようになったしな。そんじゃ、次の風渡り谷まで、川下りを続けるとするっすかね。あれ？ってことはまたミニゲーム？ありがとう、頑張って。また来てね。また遊び来たいね、ここ。BGM もね、多分変わってそうだから聞きたいしね。おお、みんな見送ってくれてる。さあ、次の場所へ行きますか。いやー、黄色の紙テープ、のどかなもんだねー。ねえねえ、ボム兵さん。私たちと出会う前のお話とか、ぜひ聞きたいですわ。あ、確かにそれはね。あ、そうっすね。いろいろありましたよ。人生いろいろってやつっす。人生いろいろですって、すごい、深い、浅い。オリビアさんだって、これまでいろいろあったでしょ。アニメさんのこととかさ。そうでさ、兄上を止めるためにも頑張って次の紙テープを目指さなくちゃ。まあでもさ、そのキノピオガっていう話が出てて、そのキノピオガちょっと気になるんだよね。風渡り谷、風渡り谷に到着。こちらで川下りは終点となります。ご乗船ありがとうございました。わあ、岩に囲まれて壁みたい、ダイナミック。これが谷って言うんですね。
谷織とか、あの、同じですわ。違うか。あー、谷織ね。よし、紙テープを追いかけて、風渡り谷を GO ですわ。さあ、ステージ3、来ましたね。さあ、とりあえず、貼れるだけ貼って、からだね、休憩はね。さあ、そろそろね、桜も似合わなくなってきてるんで、変えますか。意外とそう、ん？二つまでってこと？ああ、そうだね。二つまでって感じだね。なるほどね。これこ。嘘でしょ。そんな仕掛けある。じゃあ、ちょっと休憩しますか。そういえば、折り紙のことわざにこんなのがあったような気がします。人生山折れば谷折り。あ、人生山あれば谷ありね。多分、折り紙には山折りもあれば谷折りもあるってことなのかな。へえ、なかなかに深いっすね。いろいろついてなかった谷底の俺にもいつか人生の山場が来るんすかね。あ、ついてなかったんだ。結局過去は分かんないからね。落ちちゃった。これは一応叩ける負ける。とりあえずゲットはしとこうかね。草はね、乗れない。お、満タン。あー、洞窟か。坑道行くんだね。あー、紙テープは谷の向こうまで続いてますわ。次、どこ行くんだろうね。これはこれで楽しみだな。あの、入り口はトンネルかな。中を通って向こうまで抜けられるかもしれないっす。そうだね。行ってみようかね。さ、100%。ふふふ、待っていたぞ。ん？その声は誰だ？お、兄上。兄上。もう全く一緒やったな。オリビア、マリオくん、久しぶりだな。ほんと久しぶりだね。兄上。ピーチ城をテープで巻いたり、木の実さんたちをくしゃくしゃにしたり。どうしてそんなひどいことばっかりするの？私はこの薄っぺらな国を折り紙のための王国に作り変えてやるのだ。お前こそ折り紙なのに、どうしてその素晴らしさがわからないんだ。折り紙のためだからってペラペラさんたちをみんなひどい目に遭わせるなんて、そんなの良くないでさ。もうやめてください。そうか、お前を説得しようとわざわざ出向いてきたが、やはり話しても無駄なようだな。お前はマリオ君と組んで私の邪魔ばかりしてきたが、それもここまでだ。ん？いわー。オリビアが潰れてる。さあ、これでもう進めまい。逃げ遅れたオリビアは気の毒だが、これでもう邪魔はできないだろう。君たちもここで引き返し、折り紙王国が誕生するときをおとなしく待っていたまえ。はははははは。兄貴、この岩でかすぎてどうやっても動かせないっす。オリビアさん、大丈夫っすか？あ、重い。まだ生きてるのか。いくらオリビアさんが折り紙とはいえ、さすがに苦しそうっす。早く助けないと、折り身がつきすぎて手遅れになってしまうかも。それは困るね。一体どうしたらいいんすか？爆発だよ、爆発。ん？
どうしたの？兄貴？オリビアさんを助ける方が一つだけあるんです。それは大海原っす。大海原。今すぐキノピオタウンの港へ行って船で大海原に出ましょう。どうか俺のことを信じて。とにかく急いで港へ行きましょう。どういうこと？いやいや、いやいや、どう考えてもさ、君、爆発したらいい感じだったことない？はぁ、あ。まあまあまあ、ちょっとボム兵のことを信じて戻りますか。大海原へ戻るぞ。戻るぞか、出るぞ。おう、何やらでっかい音がしたけど、何かあったんだか？タウンまで戻るな。オエドランドの旅の土管便利だけど、どうする？そうだね、オエドランドまで戻る。おお、超こいでる。どりゃーって。すげえな。めちゃくちゃ勢いあったな。さすが名人やね。下りの名人というよりか、登る名人だね。まあ、そりゃ疲れるよ。ちょっとボム兵のことを信じて、一旦ね。セーブだけしといて、とりあえず戻ろう。まあでも確かにね、いつでも港戻ってきてって出すよみたいな話はしてたからね。まあでもこれがボム兵の記憶が戻ったのと何か関係が出てくるんだろうね。じゃあついでにちょっとアイテム屋さんにも寄って買い物もしますか。さあ兄貴、港行くっす。そうだね、その前にちょっと整えるわ。お、いやーマジでね、1キャップはね使ったけど助かったなー。キラポイハンマーとキラアイアンね、やっぱ高いね。キラポイは買っとこう。で、あとは、意外とね、ファイヤーもね、前々回ぐらいから使って面白かったんでね。あ、1キャップ買っときますか。多分1個しか買えない仕様なんだよね。はいはい。こんなもんかな、買い物はね。あと、アクセサリーが新しく出てるといいなって感じだね。ちなみに港は、どっちかな、右側かな、あの、レンガがあったところね。お、入荷した？あ、入荷してるね。シルバータイムプラスと仲間タンバリン。ほい、買うよ。いいね。前代わり。さあ、仲間タンバリン。攻撃力が上がるっていうやつだね。さあ、新作。シルバーに。まあ、こうでいいよね。買わないときはね。まあ、ボム兵がどんくらい攻撃してくれるかがわかんないけど。まあまあ、そこはっていう感じかな。お？これから行く感じかな。絶対違うような気はするんだけど。あ、戻るだけ。あれ？あ、意外といいとこまで移動してきた。
端っこから端っこはありがたいね。みなと、みなと。さあ、急ぎよ。さあね、冒険したくなるよね。みなと。なんとかこうとかにしようよ、せめて。あ、マリオさん、もみじ山でピチピチしてたところを助けていただいた船乗りです。こちらの船で大海原出られます。出航しますか？ぜひお願いします。さあ、でも大海原に出てどうするかっていう話だよね。大海原。あれ？紫のテープス。ここにもやっぱり紙テープがあったんですね。さて、兄貴。大海原まで付き合ってもらってありがとうす。実は、オリビアさんを助けるためには、ある大事なものが必要なんです。必要なもの。それが、この大海原のプリンセスピーチ号っていう船の中にあるはずです。へぇー。プリンセスピーチ号ってあるんだ、そんなの。あれさえあればきっとオリビアさんを助けられます。さあ、行くっす。行くっす。沈んでないのかなってことは。なんだこのミニゲーム感。このまままっすぐ進むとでかい船があるはずです。それがプリンセスピーチ号っす。加速移動ね。おお、加速してる。すごいすごいすごい。いつでもタウンに戻れるんだね。話す？話す？僕の大事なの、大事なもの、海に落としちゃった。そうか。戦うのね。いやいや、数数数数。やばい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 。並べる。はい。そうか。そしたらそんなに気にせず進んでよさげだね。落とし物はありそうだけどね。いや、ちょっとこの数はびっくりだな。なんか後ろのキノピオの数も増えてきたね。だいぶね。さあ、ウェーブ1クリア。ラストウェーブ。増えたー。ごめんなさい。こっちだね。違うね。まあいいか。12で倒せるか。結構ライフ低いんだね。プクプクね。あの数が多いとさ、全く分かんないよね。真上から見たいもんな、パズルするなら。プクプク3体だね。最後の1匹は次のターンと。お、やったー。ナイスボム兵。いい仕事したね今のはね。やっべ、キノコの、キノコてか敵の数あれすごかったな。プクプクはやっぱ敵か。話す。この海には戦いのための島があるんだ。腕に自信があったら行ってみたら。あ、それはぜひ。
や、てか結構広いね。あ、お、こんなところに島がありましたよ。そうだね、ちょっと夜だけ寄ってみようか。どんな感じか見てみたいね。兄貴、今プリンセスピーチ越え。すまん、ダメか。はいはい、プリンセスピーチ号ね。兄貴、あれがプリンセスピーチ号っす。よし。ごめんね、魚影が気になる。あら、なんもない。じゃあ行きますか、ピーチ号ね。魚影あったからなんかあるかなと思ったんだけど。でもこんなところにピーチの船があるっていうのもすっごい不思議だね。おお、これがあの有名な大型遊覧船プリンセスピーチ号。確かクルーズ中のはずなのにこんなところに泊まってるなんて、何があったんだ。確かにね、オリビアさんを助けるために大事なものは2階のVIPルームにあるはず。エントランスホールに直通のエレベーターがあるんで、まずそこへ向かうっす。さあ、じゃあエントランス向かいますか。まあ、話すと戻る感じだろうね。コインゲット、なんだろうね。エントランスホール、まあ、あるならなんか強力な、すっげーピクピクしてる。あ、飛んできた。開いた。あれ、下じゃない、今の下じゃないの。まあこうだよね。ハンマー、まあそんな強くないからいいんだけど。なんかすげえ音楽調が変わったね。 BGM いいじゃんこれ。なんかすげえヘビメタっぽいテイストになったね。よし。うぃー、危ねえ。よし。そうそう、おとなしくね、潰されてくれれば。さあ、コインもゲットで、奥あるよね。お？やったー、コインゲットだぜー。そして、お宝も、ゲット。レンガブロック。意外とその、レンガブロック出てこないからね。まあ、マリオといえばっていうところだね、レンガブロックはね。あ、入れない。2階エントランスって言ってたけど。これ、ああ、やっぱ入れるか。じゃあ、とりあえず、外側全部見て、で、中入ろっかな。多分中だろうね。ストーリーはね。なんだろう、何が見つかるんかな。ここはでも、そのうちオリビアともう一回行きたいね。あ、乗れない。さあ、ハートプラス20、125。お、ブロスだ。え、ファイヤーブロス。よし。ファイヤーブロス出るか。
まあこうだよね。まあただ問題としては倒せるかどうかなんだよね。アイアンブーツ行くか。ぴょん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 。でしょ ?21 でもダメでしょ ?OK! ナイス。熱い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 。いや、強いって。ファイヤーブロス出てきたね。熱っ。いや、ダメージ食らうだけか。戦闘にはならないのか。なるほどね。で、一列。さあ、問題はね、キラーアイアンで倒せるかどうかだね。さすがに、30ぐらいか。やるね。あ、遠かったかな?いや、ブロスさん強いよ。いや、強かった強かった。やっぱブロスは強いね、基本ね。よし。ではちょっと時間的にも切りがいいんで、今回ここまでにしましょう。次回はこのピーチ戦の中だね。クルーズの中を行くって感じか。いや、ちょっと楽しみだね。まあ、あとは探してるものっていうのが気になるね。まあ、そんな物騒なもんじゃないと思うけど。まあ、僕の中ではボム兵の爆発が早い思ったんだけどね。まあまあ今回ここまでとなります。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。